はい、どうもこんにちは、グッキンです。今回はですね、アドセンスブログのテーマ選定について、お話をしていきたいと思います。で、僕のところにもですね、そのよくブログのテーマっていうのをどういうふうに決めたらいいのかわからないっていうような、質問っていうのが結構ありますので、そのあたりをですね、含めてお話しできたらなと思います。で、まずですね、テーマを決める意味っていうことですね。なんでテーマを決める必要があるのかっていうことなんですけれども、まずここから説明していきますね。で、テーマを決める意味っていうのは、ブログの専門性を高めるっていう、ことなんですね。テーマを決めるっていうのはブログの専門性を高めるっていうことなんです。で、じゃあなんでブログの専門性を、高めるといいのかっていうと、こちらですね。Google に好かれるっていうことと、あとはユーザーに好かれるっていう、この2つの側面を持っています。で、まず、Google に好かれるっていうことについてなんですけれども、ここ、半年ぐらい、2017年の、頭ぐらいからですかね、結構その Google のアップデートっていうのが結構頻繁に行われるようになってきて、結構サイトの順位がこうどんどん入れ替わるようになってきてるんですね。で、その中で、このブログの専門性っていうのが、一つポイントになってきている部分ではあるので、やっぱりそう何かしらの専門性を持つっていうのは、Google に好かれるっていう意味で、かなり大きなメリットがあります。で、2つ目、ユーザーに好かれるっていうことなんですけれども、結局はですね、そのブログ、このブログは、これについてのブログだみたいな、ことがなんとなくわかると、やっぱりそのユーザーさんっていうのは、安心するっていうほどではないんですけど、メリットをわかりやすく感じてくれるっていうところがあるんですね。このサイト見れば、これにことについていろいろ書いてありそうだなっていうような印象を持ってくれるんですね。そういった意味で Google に、Google ではなく、ユーザーに好かれやすいっていう側面もあるってことです。で、結局は Google っていうのは、ユーザーに好かれるサイトっていうのを上位表示したいっていうのが最終的な目標として持ってるので、僕たちの意識としては、ここのユーザーに好かれるっていうところを強く意識して運営していけば、結果的に Google に好かれるブログになるんじゃないかなっていうふうに考えることができます。なので、テーマを決める意味っていうのは、ブログの専門性を高めて、Google やユーザーに好かれるためっていうふうに認識してもらえればいいかなと思います。はい、で続いてですね、じゃあテーマを決めなくちゃならないっていうのは分かったけど、じゃあどういったテーマにすればいいのかっていうところですね。で、こちらについてお伝えしていきたいと思います。で、まず大前提として、アドセンスで収益化していくブログっていうのを作っていく場合は、このテーマっていうのは必ずこの広い範囲で設定するっていうことを意識してください。これはどうしてかっていうと、アドセンスで収益化していくっていうことは、PV 数ですね、アクセス数っていうのが、もろ収益に関わってくるわけですね。で、そうなってくると、やっぱりたくさんアクセスを集めなくちゃならないっていうことになるので、あんまりその狭い範囲でテーマを決めてしまうと、書ける記事っていうのは限られてしまって、いろんなところからアクセスを持ってこれなくなってしまうんですね。なので、あんまりニッチな分野とかで、テーマっていうのを決めないっていうことですね。なんで広い範囲で設定してくださいっていうことです。じゃあ広い範囲で設定するっていうのはどういうことかっていうことなんですけれど、一応この下にですね、僕がおすすめする広げ方っていうのを3つ紹介しているんですけど、まずはジャンルで広げていくっていうやり方ですね。で、ジャンルで広げていくっていうのはどういうことかっていうと、具体例を挙げますと、こういった形ですね。生活系とか、健康系とか、エンタメ系とか、こういったジャンルですね。ジャンルの中でも結構広めのジャンルです。例えば、生活系っていうのは結構いろんなものを含んでいて、例えばですね、季節の行事であったりとか、あとは家事とかですね、であったりとか、あとは旅行、であったりとか、あとは、何があるかな、マナーとか、
まあ、いろいろな、他にもたくさんあるんですけど、まあ、イベントとか、まあ、イベント季節の行事かな。なんで、そういった生活に関わってくるもの全般っていう感じなので、まあ、相当広い範囲になるんですね。で、まあ、ここで取っておけば、まあ、アドセンスで収益を上げていくっていうのは、まあ、全然できるかなと思います。で、続いて健康系なんですけれども、まあ、健康系っていうのもかなり、広い範囲でカテゴリーっていうのがありますよね。まあ、例えば、花粉症とか、インフルエンザとか、あとはまあ子供の病気とか、あとはまあアレルギー、まあ、花粉症とかがそうかな、花粉症とかアレルギー関係に入るかなと思うんですけど、まあこういった形でまあいろいろあると思うんですね。あとはなんだろう、まあがんとか、こういうふうに健康の中でもたくさんカテゴリーがありますので、まあネタに困るっていうことはほぼないかなっていうジャンルになっています。で、あとはまあエンタメ系とかもそうですね。これであれば、例えばテレビの話題であったりとか、あとは漫画であったりとか、ドラマであったりとか、あとはまあ音楽とか、まあいろいろあると思うんですね。お笑いとか。という感じなので、まあ、エンタメ系もその話題には事欠かないっていうことなので、まあ、PV 数は全然取っていくことができるっていう感じになります。なので、まあ、まずはジャンルで広げていくっていうのが、広くテーマを取っていく方法の一つになります。で、次にですね、ターゲットで広げるっていうことなんですけれども、これも具体例を出しますと、まあ、こんな感じで、20代女性向けだったりとか、家族向け、まあ、ファミリー向けですね。ファミリー向けであったりとか、あとはまあサラリーマン向けであったりとか、まあ、そういったふうにターゲットですね。ターゲット層っていうのを一つ決めて、その人たちが、興味を持ちそうな話題っていうところから記事を書いていくっていうやり方ですね。で、まあ、20代女性であれば、なんでしょうね、まあ、メイクだったりとか、あとはファッションとか、あとは恋愛とか、あとは、まあ、モデルさんとかですかね。モデルさんだったりとか、あとは、なんですかね、まあ、美容とか、になりますかね。まあ、美容、まあ、ちょっと20代女性で美容、まあ、でも美容は興味持ちますよね、女性だったら。なので、まあ、こういった感じで、まあ、カテゴリーたくさん、取ることができるので、こちらもですね、まあ、その PV 数をたくさん取るだけのネタっていうのは全然、引っ張ってこれるかなっていうような形になります。で、まあ、家族向けとかもそうですね。まあ、旅行とか、あとは、子供、まあ、子育てであったりとか、あとは、夫婦関係とかですかね。あとはまあ行事、年間行事ですね。であったりとか、まあそれこそさっきの上の、生活系にちょっと近いんですけど、まあ家事であったりとか、まあいろいろありますよね。まあ場合によってはその車とか。も家族向けたりってくるんで、まあ、これもかなり広いんですよね、範囲が。なんで、こういった取り方もかなり有効かなと思います。で、あとはサラリーマン向けとかですね。サラリーマン向けであれば、ビジネスに関することであったりとか、あとは副業とか、転職とか、あとは、なんだろうな、ビジネスマンとかだと、なんだろう、会話術とか、まあ、なんかいろんなものがあると思うんですよね。例えば睡眠とか、
まあ、健康なんかも入ってきますよね。健康、サラリーマン、健康、まあ、健康に入るのかな、睡眠とか。なんで、まあ、サラリーマンの人が興味を持ちそうな話題ですよね。あとは、まあ、ニュースとかも興味持ちそうですよね。なんで、まあ、こういったところを軸にして書いていくっていうことですね。っていうのもかなり広く取っていくことができます。なんで、まあ、ターゲットを、決めてしまうっていうことですね。で、3つ目が、コンセプトで広げていくっていうことなんですけれど、こちらですね、具体例を挙げると、まあ、こんな感じですね。まあ、例えば、自然に生きるをテーマにしたサイトとか、あとは日常のふとした疑問を分かりやすく解説するサイトとか、あとは日々のストレスを解消するサイトとかっていう感じで、まあ、これもかなり広いんですよね。例えば、自然に生きるをテーマにしたサイトとかであれば、まあ、これ健康とか入ってきますし、あとは、まあ、オーガニック関係ですよね。その食べ物であったりとか、まあ、食べ物の方が分かりやすいかな。食べ物とか、あとは、植物とか、動物とか、あとはカフェとかもいいかもしれないですね。こういうなんかこのちょっと自然っていうものを感じるようなテーマのカテゴリーから、記事を入れていくっていうことですね。そのコンセプトっていうものを軸にいろんなジャンルから、記事を拾ってくることができます。まあ、人物とかも拾ってこれますよね。その自然に生きてる人であったりとかっていうのを拾ってくる。あとは旅行とかもいけますね。まあ、こんな感じで、かなりいろんなところからネタを持ってこれるっていうことですね。で、次、日常のふとした疑問を分かりやすく解説するサイトっていうことで、まあ、これは例えばニュースの疑問であったりとか、あとは、テレビの疑問であったりとか、あとは何でしょうね、まあ、政治の疑問であったりとか、あとはまあ IT、パソコンとかスマホとか、そういったものの、疑問であったりとか、あとは生活ですよね。生活の疑問であったりとか、まあそういった感じで、まあこれもかなり広く取れますね。まあAdSense ブログって基本的には疑問に答えるブログなので、まあその検索エンジンからアクセスを集めてくるっていうことは疑問に答えるサイトなので、やっぱりこの疑問っていうのを軸にしたブログっていうのはかなり強いですね。まあ何でほとんど何でも書けるっていうような形になります。ただまあちょっとテーマ性としてはちょっとばらつきやすいっていうデメリットは多少あるんですけど、まあ、これが結構一番取りやすい、広く取りやすいかなとは思います。で、次ですね、日々のストレスを解消するサイトとかなんで、まあ、これとかはまあ健康であったりとか、あとはまあエンタメとかも入ってきますよね。なんか楽しいことに触れてたいっていうことですね。日々のストレスを解消するために。で、あとはまあ旅行であったりとか、あとはなんかその動物とかっていうのも全然ありますよね。で、まああとはまあこれもなんかちょっと自然を生きるにしたテーマにちょっと近いんですけど、まあ、カフェとかもありますよね。そのストレスを解消する方法っていうのはとにかく知りたいわけですよね。あとはまあ何でしょうね、イベントとかもいいですよね。なんかお祭りだったりとか、なんか花火大会とかハロウィンとか、そういうので、ストレスを解消しましょうみたいな、まあ、ちょっとこじつけっぽいとこはあるんですけど、でもそのコンセプトには沿ってるかなと思います。っていう形で、まあ、こういった広げ方もあるっていうことですね。なので、まあ、基本的にAdSenseで収益化していくっていう場合はですね、もう広く設定するっていうのが本当に大事なので、まあかといって全部バラバラ、全くのバラバラっていうのも、まあ Google とかユーザーからあんまりよく思われない可能性もあるので、まあざっくりとでいいので、設定していきましょうってことですね、テーマの方を。
で、まあ、あのジャンルで広げるっていうのと、ターゲットで広げるっていうのと、まあ、コンセプトで広げていくっていう、この3つの、うちのどれかを軸にして、ぜひ設定してみてください。まあ、あの今日紹介したようなあのジャンルであれば、そのアドセンスで収益化するっていうところで困ることはないかなと思います。まあ、書くネタがなくなっちゃうっていうことはないんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ参考にしてもらえればと思います。まあこういった形ですね。まあ、もちろんあのこれ以外にもあのジャンルっていうのはたくさんありますし、ターゲットっていうのもこれ以外にもたくさんありますので、まあ、自分が書きやすいところで、まあ、なるべく広いところっていうのを選んでやってみてください。まあ、あのターゲットに限らずジャンルにしてもコンセプトにしてもそうなんですけど、その自分と重なるものっていうのを設定していくとすごく、記事を書いていきやすいんじゃないかなと思いますので、ぜひそういったことを参考にしてテーマの方を決めてみてください。はい、というわけで今回の動画は以上になります。他にもですね、アドセンスブログに関する、動画っていうのをたくさん上げてますので、よかったらチャンネル登録の方もお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。